家飲みカクテルトップ3、ヒプノティックとは。第3位は、まずヒプノティックの説明から。フランス生まれのリキュールで、コニャック、ウォッカから作られまして、マンゴー、パッションフルーツ、パインの南国フルーツリキュールになります。これをミキサーサイダーで割っていきます。ハイボールと同じようにそーっと氷に当てないように入れていくのが美味しくなる秘訣です。そしてマドラーで混ぜ混ぜしていきます。まあ、そーっとですね。そして第2位は、今回はシェーカーを使っていこうと思います。氷を入れないような状態でカクテルを作っていきます。そしてグラスに氷を入れ、そしてお水を注いでキンキンに冷やします。そしていつものシェイクですね。ちょっとカッコつけるやつですね。グラスの水を捨て、そして注いでいきます。からの第2位は CC レモンですね。第3位の三ツ矢サイダーと違って、ここにレモンが加わった感じがまたドンピシャで美味しくなります。そしてまじまじ。そして第1位は、みんなの冷蔵庫にあります。必ずあります。まずはヒプノティック注いで、牛乳です。これが結構ヨーグルト風味で美味しいですよ。みんなはどれが好きかな。